はい、M1000RR 新潟でございます。はい、けんちゃんこんにちは。こんにちは。今日はけんちゃんが遊びに来てくれました。 M1000RR 新潟です。改めて今見させていただきましたけれども、バケモン感がすごいですバケモン、バケモン感が、まあ、すごい。このバイクやっぱりけんちゃん大きいね。そうやな、うん、見た目が大きく見えたな。見えるよね、うん、でけんちゃんついに今何キロ行ったんですか。1700キロ行きましたか。行きましたね。早いな。 SP2 はちなみに何キロ。900その差がすごいな。あれ暑いもん。暑いね。暑いね。 M 線ちなみに最初の初回点検金額いくらぐらいかかるんですか。初回ね、はい、正規価格は1万6000円やったんやけど。安っ。その正規でも安いね、うん、うんうん、でもなんか半額にしてくれて、うん、8000円で済んだぜあ、オイル代かなんか。そうそう、オイル代とフィルターやな。なるほど、8000円だったら全然 OK よね、うん、なんか、うん、こんなバイクだったら点検で5万10万いきそうな気するけど、うん、良心的よね、そのね、うん、モドラットさんは良心的ねえ。で、そうそう、あれからですね、鈴鹿店で見させていただいて、まじまじと見るのは実は初めてなんですけれども、うん、まあ僕見た感じやっぱりこのバイクでかく見える。でかく見える。見える見える、うん、でやっぱり重要なポイントはカウルですよね。そうやな。このカーボンカウルがやっぱりこの厚みがあるボリューミーに見えますわ。でこの M 線1700キロ、まずけんちゃん、M1 と M2、うん、まあ、まだまだ今両方とも、まあ、まあ両方ともって変ですけど、まあ、両方とも今現役バイクじゃないですか。そうそうそう。1と2のなんか違いってけんちゃんある、うん、ね、うん、乗り比べると、うん、やっぱ違いは分かるよ。あ、分かる分かる分かる。あ、どうちゃう。あのね、エンジンがやっぱり結構滑らかになったのと、うん、でニュートラルに前の入りにくかったんよ、うん、ああ、そんなイメージある。 S もそうやったけど、うんうん、これ入りやすい。入りやすい。だいぶ入りやすくなった。へえ、うん、そういう細かいところが違うんでしょうね。だいぶなんか変わってるって言ってましたね。へえ、そうなんや、うん、M1 はちなみにあれ乗り出しザクッといくらぐらいでした。あれいくらやったっけね。420ぐらいやったと思ったんだけど、うんうん、僕も確かフルコーティングフルカスタムもそこそこやって460ぐらいだった気がするね。うん、ケンちゃんこれいくらでしたっけ。460。ああ。でもその中に何もついてないよ。まあ、そのままよ。でも、まあ、当初がこれだけのね、うん、これもほぼ純正ですもんね、うん、特に触ったところでけんちゃんある。あ、ローシートにしただけ。ああ、言うとったな言うとったな、うん、あ、これがそうか、ローシートだよね。そうそうそう。そうかそうかそうか。それを考えると、うん、これだけカーボンてんこ盛りにして460って460安くないけど高くないそうやな。そうな表現的には間違ってない。間違ってないな。安くはないよ、うん、そうかそうか、うん、これだけやると全然違うよね。で、まず見た感じのボディ形状がやっぱりでかく見える。で、ちょっとケンちゃんにさっきまたがらしてもらったんですけれども、うん、モニターがやっぱでかい。めっちゃでかい。 iPad mini ぐらいある。あー、そうかそうか。全然でかい。で、ケンちゃんなんかモニターの表示がちょっと変わったって言ってましたよね。なんか記憶するって。ああ、そうそう、うん、もう一回設定したもあの画面になったらそのまま。うん、ケイちゃんそれどういう意味。ね、うん、つけるやろ。はいよ。はい、さあ、モトラットさん、はい、M 来ました。来ました。うん、ほんでほら、ほう、この画面に なっちゃうんですよ。前はならなかったんですよ。あ、ノーマル画面があって、あれ確かこのビビビビってこういうメーター、この横メーター、デジタルメーターみたいな。そうやったね、そうやったね、うんうん、そうやったね。なるほど。で、この新潟は記憶してくれると。そう、変わらない。めっちゃいいやん。めっちゃいいです。こういう細かいことやけどすごくいいよね、うん、しかしメーターがやっぱりでかいし見やすいね。見やすい、一番見やすいんちゃう。見やすいね、うん、でもね、それ以上に僕ね、これがまたがった時の視点ぐらいなんですけど、まあやっぱりこの側というか、ここが結構ボリューミー、うん、すごいあのでっかいカウルを包んだように見えるんだけれども、引き起こしの時にそのギャップがあるというか、うん、めちゃくちゃ軽い。軽く思った。めちゃくちゃ軽い、この前。うん、
これは比べるやつがないからな。いや軽いね、ここら辺結構ごっつい感あるのに、うん、サクッと立っちゃう。イメージからしたらね、イメージからね、うん、でもやっぱりこのなんていうの、なんていうのカーボン、あのカーボン、うん、あのスマホでいうこのほら縁の枠のとこね、うん、これがあ、ごめんなさい、これが大きいのですごい、なんやろ、でっかく見える、あボリューミーに見える。せやね、あ 前のやつは覚えてないなあ、いや前の方がどっちかというとスタンダードなバイクっぽくて、そうやな、これはスクリーンがちっちゃいもんね、まだね、そうそうそう、ここら辺がなんかシステム化されてるような、うん、そんな感じに見えますね。で、ケンちゃん今燃費、あ今1739キロですね、うん、燃費がさっき出てましたよね、うん、ちなみに M2 の燃費って皆さんどれぐらいだと思いますか。リッター3ぐらいのイメージがあるんですけれども18.8 18.8 です。18.8 だとなかなか良くない？運転がうまいんかな、うん、このスペックで燃費もいい、かつ軽い。軽いな、うん、これようできた子やね、このバイク。ね、できてるわ。国産よりも優れてるかもしれん。いや、そんな気がする。ある意味純粋な国産のように見えるって気になったのが、はい、このチェンジね、チェンジね、うん、これ短い。ほら、僕の第二関節もない。結構内側に入ってる感じがするけどね。そうやね、うん、で、皆さん見ててください。これで、1.5 関節ぐらいなんですけれども、さらに短いのが、はい、こちらブレーキです。めちゃくちゃ短い。ほら、ほら、ほら、見て、ケンちゃん見て1.5 も全然ないよ、これ。ないな、1点ちょいやな。これ、ケンちゃん操作どう？あのね、踏み外してますこれはこっちブレーキやもんね、うん、踏み外すな、これ踏み外すブーツで、うん、ねえ、まあ、操作する用の必要最低限の質量なんだろうかな、うんうん、思うこれは確かに短い。でもいいよねまあそれはそれでね、まあ、こういう感じでね、うん、こだわりがあるというのはすごく感じるかなと、うんうん、ただめちゃ短い短いね、なんかね、おまけでついてるような感じ。そうこれアルミっぽいですよね、これね、うん、あー、なるほど。そしてケンちゃん、この例の前のこれん、はい、このウィングウィングとこのホイールカバー。ホイールカバーな、うん、まず体感はどう？ウィングは、うん、いや結構わかるよ。あ、マジで、うん、あ、ほんま、めっちゃ安定する。あー、そうやろな、うん、だってこれこっから見たらすげえもん。そう、すげえ感あるもん。やっぱりね、1型の M と比べると、うん、やっぱり差はやっぱりわかる。ほんま、うん、僕ぐらいになるとね、もう今ので一気に微妙感だからいや、でもこれ見るとね、やっぱでかいもん。威圧感すごいし、で、こっちに M って書いてるんだ。こっちに RR って書いてるんですね。これカタカナのママって書いてるちょっと待ってほんまやママだ、ママだ、ママだ。いや、そしてあとこれ、この穴、エアインダクト。ケンちゃん、ちょっと手を入れていい、許可もらっていいですか？いいよ、いいよ。はい、じゃあどこまで手が入るかやってみましょう。ちょ、ケンちゃん入れて。え、ケンちゃん入れて。俺が入れる。どこまで入んの？はい、どうぞあ、熱っもう虫とか入ってきたら取れへんやんな取れへんな、取れへんな。あの、虫はいいけどさ、スズメとか入ったらそしてこのほら、このカバーね、ホイールカバー、ディスクのカバーというて、なんかせやな、まあ確かにな、なんか役あんの？役はね、まあ元ラツさん言ってたのが、こことここが相まってね、さらにこの冷却とダウンフォースっておっしゃってましたけれども。ダウンフォース効くの？それで効くんやと思うよ。この整流効果があるんやと思う。そしてほい、もうびっくりしたのはこの裏側、もうこんな見えないとこまで綺麗なカーボンになってるもん。これめちゃくちゃお金かかってるね。あ、ほんで、そうや、せや、ケンちゃんあれやってんな。何何？あの、オイルクーラーフィルター、あの、ほら、小石ガード、うん、あ、カバーや。 ないんやろな。ないの？な、 純正でない。 M1 はあったけど、 M2 は純正でない。ない、まだ出てない。でもこれついてるやん、これ。クリーンだ、これ。それわし作ったやん。作った上手に作ったね。これいる。下はね、どうし、下はな、最低でも欲しいなと思ったで。やっぱあの、飛び石でへこんだら嫌やもんな。うん、まあ、よっぽどじゃないと穴はあかんのかもしれんけど、あった方がいいわな。
安心感がある、うんうん、こういう見えへんところこそやっぱり手入れときたいな。やっぱりカーボンのエアロやからやっぱり専用部品がないんかな、ここはまだまだね、うん、作ってほしいんやけどね。そうやな、作ってほしいな、うん、まあラジエーターもできればあったらな、それで、ね、うん、ええんやけどな、まあ、でかいから。せやな。でもどう、この1700キロ乗ってさ、うん、こうもう今買って1ヶ月ぐらい経ちました。うん、経ったね。経った、うん、どう良い M1、M2、 やっぱり M はやっぱ良い。 M いいっすよ、ね、S も SM も乗ってたでしょ。乗った乗った、うん、どうやっぱいいな、全部ええな、うん、一番やっぱお気に入りはクルコン。あ、そう、右手が離せるから。先生、これ高速道路の時クルーズコントロールが純正でついてるよね。そうで、ETC も確かついてんやろ。そう。ほんで、あと気になったのが、ケンちゃん、この中見たことないんですよ。見る？見せて、はい、M… あ、どういう風に外れるの？これ、ペコペコ。あ、ほんまや、うん、あ、これも完全ドライカーボン。これ、お金かかってるね。高いで多分これ。ああ、すごい、ちょっと持たせてください。はいはい。薄、軽。ほんま軽い。軽。ね、チャッチっぽく見えるんだけどね。あ、ほんで、あ、ここに ETC 入ってんだ。そうそうそう。あ、じゃあ脱着いいね。あ、で、ここに USB もね。うん。で、さっきあと、あの、またがらして思ったのが、暑いね、このバイク。暑い。パニガーレほどじゃないけど、うん、想像してた 1.5 倍は暑い。熱量ある。熱量ある。あるね。 M これの1個前のね、 M1 の方の方がまだ暑くない。暑くないな、うん、あれ夏場でもな、あれはまだこれよりマシ。すげえな、すげえな、うん、でそう、あとこの M2 っていうのは2種類あるよね。コンペティションってやつが A 方やな。 A 方、高い方。そうそう。でもう1個の方がきっと確かここが白いタンク。白いタンク、うん、やったと思うな。で、うん、ホイールがあれば、あれどんなんやろ、カーボンちゃうかったんかな。サーキットをガチで走る人はあっち行ってるかもしれないし、うん、まあ、また用途があるんでしょうね。そうか、1700キロ早かったな、ケンちゃんな。ねえ、うん、鳴らし、こっから伸びへんで。こっから伸びへんな。こっからもう今度 V4SP2 に乗り換えちゃうから。あれ乗ってあげて、メインでしばらく鳴らし終わるまでね。せやな。いや、ということでケンちゃんがついにですね、まあ、1000キロのね点検も終わり、慣らしも一応終わったというバイクの感想になりました。まあ、これからですね、この M 線、特にですね、この新潟、考えられているオーナーさん、まあ、なかなか手に入るバイクではありませんけれども、まあ、また参考の一つにしていただいたらと思います。ケンちゃん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではバイビー、どうもー、バイビー。